幼稚園とか行っても泣いてお姉ちゃんのクラス行って椅子半分こうしてもらって座ってたみたいな。まあその幼稚園にあったサッカー教室が、まあ、最初なの。そうです。それが柏イーグルスっていうところのチームが幼稚園に支部を出してサッカースクールやってて、うん、でそこでうまい子が何人かあの小学校の時に選手コースって言って柏でなんかそのうまい子が集まってやるみたいなに小学校上がったタイミングで行き出して、うん、でそこから中学校3年生まで柏イーグルスで選手代にすごいメンバーが、はい、結構 J リーガーにしっかりとなって今は強くし、木田選手とかもそうなんですか。そうです、同期です。あとカルマンもそうですし、うん、寮も仲いいですよ、キルナは。ああ、そうなんだ。まだ連絡取ったりしますね、はい、今シーズン、ちょっとアウェイでやられましたけどね。でも、大宮時代から対戦はあ、してます、長崎の時、あいつが長崎いた時とか、うん、仙台もそうですよ。まだまだ足りなかったんだなっていうのを、改めてこう感じさせられた、こう切磋琢磨し合えるこう本当に意識レベルの高い選手がいる中で成長させてもらってる1年2年になってると思いますね、うん、まあ、練習の取り組みとかあの練習にかける準備とか、まあ、そういう部分の意識レベルも、うん、まあ、あの刺激にはなりましたし、まあ、練習の強度とかもそうですね、うん、やってなかったわけじゃないですけど、うん、まあ、こういうレベルのチームがあるんだなと。あ、でもその中にいる選手はまだまだやんなきゃいけないんだよみたいな感じの意識を持ってたりするんで、うん、あ、じゃあ自分はまだまだだったんだなっていう感じを思いましたね、うん、安定はしてきてるかなっていう感じはありますね、うん、無駄なボールロストも少なくなったし、うん、いわゆるハメパスになるようなパスもそこまで多くなくなったんじゃないかなっていう印象はありますね。なんか最近なんて気持ちよくワイドの伊坂選手に西岡選手が相手が多少いたとしてもね、そこら辺はもうあの距離出せるんだっていうのはさすがだなと思うんですよね。まあ早くウィングに預けた方が、まあ、全員が1対1でいけるのに行っちゃった方がいいし、うん、まあ、それぞれの強みに活かせるなら、ナベさんも言ってますけどまずは村田を持って、うん、まずはワイドに仕掛けられる選手がいるからそこに早く届けて1対1を作っちゃおうっていう、あんまりこうボールを回すことを固執しすぎずに、うん、なんかそれぞれの特徴を生かせるような、まあ、ボール運びというか配球をちょっとイメージしてますね。こうチームにもたらす安心感とか、うん、この人なら負けないだろうみたいな、うん、まあ、あとはゴール前で体張ったり危険なところが分かってたり、フィードもいいものを持ってたりとか、まあ、そういうチームに一人いるだけで安心感をもたらされるような、はい、選手にはなっていきたいなっていうふうに思ってます。